今回は揚げ餃子の甘酢あんかけの作り方を紹介します。さらっと揚がった餃子にとろみのある甘酢あんかけをかけた料理。ご飯との相性はもちろん、お酒のおつまみとしても最高ですよ。それでは作っていきましょう。具の材料は玉ねぎ、キャベツ、ニラ、生姜、豚ひき肉と豚ひき背脂、切り干し大根です。詳しい分量は概要欄に書いておきます。豚の脂を入れるととってもジューシーに仕上げることができますが、なければひき肉だけでも OK です。切り干し大根を入れると甘みとコクがプラスされ美味しくなります。ひき肉に下味をつけます。胡椒、オイスターソース、砂糖、塩、味の素、醤油を入れよく混ぜ合わせます。こちらの分量も概要欄に書いておきます。ひき肉は手の甲で押し伸ばすようにしながら練り、粘りが出るまでこねていきます。このくらいに粘りが出るまでしっかりと練っていきます。そうしたら切り干し大根で混ぜ合わせます。あとの野菜も全部入れていきます。ごま油をかけていきます。そうしたら野菜を落ち潰さない程度の力でひき肉と合わせていきます。ここで力を入れて混ぜてしまうと野菜の水分が出てしまうので注意しましょう。肉と野菜がしっかりと合わされば OK です。甘酢だれは砂糖大さじ6、酢大さじ6、醤油大さじ4、水大さじ4、塩少々です。餃子を握っていきます。皮の真ん中に具を乗せて、端から皮を押してピラを作っていきます。詳しい餃子の握り方は過去の動画にありますので、そちらを確認してみてください。鍋に油を入れ、中央に温めておきます。大体140度くらいになったら、餃子を入れ、揚げていきます。高い温度で揚げてしまうと、皮がすぐに焦げて真っ黒になってしまうので、注意しましょう。中までしっかりと火を通していくため、弱火にしてじっくりと揚げていきます。鍋の底についている部分は焦げ目がつきやすいので、鍋を揺らしながら焦げないように揚げていきます。大体揚げ時間の目安は3分くらいです。ここから中まで火が通るまで弱火でじっくりと揚げていきます。このくらいのこんがりとした色に仕上がってきたら揚げ上がりです。
かりと油を切ります。中まで火が通っているのか心配なら一つ切って確認してみるといいです。このように白くなっていれば OK です。揚げ餃子を皿に乗せておきます。鍋に甘酢だれを入れ一度沸かします。水溶き片栗粉を大さじ1を入れとろみをつけます。水溶き片栗粉を入れたら中まで素早く混ぜ合わせしっかりととろみをつけます。お玉で作り上げてとろみの具合を確認します。パンを餃子の上にかけていきます。これで揚げ餃子の甘酢あんかけの完成です。出来たては皮がサクサクで、あんがトロトロで熱々でものすごく美味しいですよ。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。